駒投げの釈迦です。もう一期生はもう本当にしょうもなかったです。だってでも2個。2個だってマコンやること少ないから思んないもんこいつ。飯食ってる場合じゃねえだろう。授業やりますわよ。授業やりますわよ。先生。来た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 。先生。ありました。ライブしました。ええ先生、おぼくん帰りましたもう。え、そんなことあります？先生、俺もうジャンギやりたい。プロレス部に入った人もいます。ちょ、おぼさん。今から俺が教えますから。そうかそうかそうか。でももう教わることねえかもな。うん、もう俺ら全部教えてもらったよ。誰から？2時間やったからな。コメント欄。コメント欄とか何も分かってないですよ、たぶん。マロンのこと。コメント欄よりは多分大丈夫なんで、僕。確かに。任せてください。もうハリケーンを超えました。今うちのクラスで一番強いのはシャカくんです。シャカくん強いんですか？はい、マノンリーダーです。ここら辺の学校で2つなんついてて、コマ投げのシャカです。もうコマ投げがしっかり出るって感じなんですね、じゃあ。コマ投げしか出ません。いやもう十分っすよ、それで。シェーとかね、どれだけできるか。ちょっと見させていただきたいんでね。ちょっと付け焼き場の情報だけで。いやでもその予習してきたのは素晴らしいですね。ガン予習しましたよ、2時間。いや素晴らしいですよ、本当に。ガン予習。前回のね、もう1期生はもう本当にしょうもなかったっす。やばすぎだった。でも誰1期生？アルランディス、ニャラかレン君でしたね。もう誰も使う気なかった。誰も。こっちからみんなね、半回転が出なくて。諦めてたんだよな。うちそういう点ではかなり優秀だ。優秀だ。あれ？はい、コンボいけるんで。え、大体できるじゃないですか。やってんだよこれ。おい、こそれしてくんなよ。おぼくんはやってらんだよって言ってプロレス部のキャラクター連れてきてました。そんなにプロレスやりたいんですか？あれ！こうミスった。俺はまだ諦めない。この夢を。いやもうザンギとかやめましょうって、あんなむさ苦しいキャラクター。いやまあ見た目がね、見た目がいいからね。先生俺このマノン苦手っす、めっちゃ。は？逆にね。なんだそれ、やばい。おー、いいコマだけだ。まずいです。おー、いいコンボだ。これまずい。無限でしょ、これ。おー、無限だ、これ。これ無限でしょ。A パだ。無限始まってる。これ無限なだけ？おー、あい投げていく。偉すぎ。おー、偉っ。いや、それ強いね。あれ？それいいね。強いね。いや、これは強いわ。アリケンが上手くなってる。やばい。もう、セギリコンで来た。うわー。先生、これも強いと聞きました。いやー、強いですよ。強いのたくさん使えてますね。来た来た来た。うわこれな。いやすごい、当たってるのにコマ投げいく、シャカさん。これいいな、だいぶマノンの才があるな。うわおおうざすぎ、うざすぎまして。いいねこれ。うわいいじゃんみんな。それよそれよ、マノンは。ちなみにお坊さん、クラシックやる気はないんですか？いや、クラシックはありますよ。クラシックだね。あ、いいじゃないですか。うん、あのクラシックマノン結構おすすめっすよ、やっぱ。簡単なんで。モダンマノンは？モダンマノンは全然帰っていただいて結構かもしれない。痛すぎ。もうはモダンはダメなんだ。ちょっとできれば。できればクラシックがいいかもしれないですね。一旦ね、一旦ね。先生の体育見てました？見てましたよ。偉いですね。OD ポワンでやるのが一番よろしくてよ、でも。あ、OD がいいんだ。はい。いや、まだ負けてない、俺は。いいね、圧あるよ。先生、この人ね、本当にこれだばっかりなの。こうは？うわぁ。おー、いった。負けちゃった。おお。先生、俺優等生っす。いや、これ優等生だな。アリケンが優等生なんだ。先生、俺金メダルください。いや、これでもいいっすね。皆さんもうマノン使いになる覚悟できてるように見えるです、ね、これ進捗、ね、俺らで進捗度何パーセント、これ今。もう1期生超えてるっすね。もう一期生超えた。むしろ帰っていいのは、釈迦さんとアリケンさんの可能性ある、これ。そういうこと。むしろ、むしろ帰っていいのは。卒業？逆に。逆に。ここからちょっと、塾が始まります。決定ボタンを今、どれか。この塾、座学あんのかよ。いや、もう座学だらけですから。座学でも、2個。2個です。2個は中盤とかもなってか、もうその、マノンを作ってる要素が2個しかないっていうか、まず1個目。ここからの駒投げを練習する。ほう。はい、
おもさんできますか。中パンラッシュ、しゃがみ中パン、コマ投げです。あ、しゃがちで止めるんだ。で、コマ投げ。ここまでレンガなんですよ、このキャラは。なるほどね。中から中が連続カードなので、で、コマ投げ。うわー、これむずい。で、強コマ投げです。あで、強コマ投げ。惜しい、惜しい、惜しい。惜しい、惜しい、惜しい、惜しい。惜しい、惜しい。大丈夫です。俺も惜しいと思ってます。ポジティブいいですね。ポジティブ好きですよ。え、今日の方がいい？今日コマ投げがいいです。今日コマ投げが一番いいんです。発生がね、早いんですよ。あれ？あ、すごい、綺麗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 。それ、それ、それですよ、それですよ。綺麗、ありがとうございます。はい。これができれば、あの、もうマロンは半分できてます。もう？はい、もう半分できました。マジかよ。で、あと、ま、要はこれに行きたいんですよね。これに行ければ何でもいいんですよ、もう。はい、はい、はい、はい。はい。なんで、これに行く過程の話なんですけど。はい。これです。大キックです。ああ、やはり。はい、終わりです。これで、これだけやりましょう。今日はマジでこれだけです。終わりです。え、終わり、終わりなんですよ。ほんと、授業終わりですよ、もう。俺は、聞いた話だと、これ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 、置き攻め、置き攻めいける。そうです。置き攻めとか、いらないですよ、このキャラ。え？置き攻めもいらない。とりあえずいらない、とりあえずいらないです。そう、まともな置き攻めついてこないんですよね、こいつ。ほんとに。それで、大形で、遠目から牽制して、中パンガードさせれそうだなと思ったら、中パン行って、駒投げ、行く。あ、いいですね。それの打撃宅で構成するんですか、はい、そうなんですよ。で、ザンギとか、他のキャラは打撃宅が減るんですよ、しっかり。マノンは、あの、投げ宅がめちゃくちゃ減るんですよ、こいつは。ああ、なるほど。だから本命が、本命が投げ宅のキャラなんですよ。じゃあザンギでよくないですか。いや、ザンギじゃダメなんですよ。え、なぜですか。それは、弱くなるからです、ザンギは。見越して、うん、そう、見越して。俺たちは次のシーズンを見越した回なんで、ここは。あ、なるほどね。そう、未来を子供の。今なんだ、未来見てんだこれ。仕込みね、これ。そう、仕込みって、今勝つやつに未来はないです。今のそのザンギのね、今のザンギに未来はないんですよ。未来ない。はい、そうなんです。今ここでマノン使って頑張る奴らにはやっぱ恵まれる。未来が。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ダメー。いいね、アリケンさん。マジ、みんなめっちゃポワンタイムで何なん？多分、本当にマジな話すると、コーチングのおかげだと思います。余計なこと一切ないから。うん、ああ、そういう？だって、ポワンタイク、チューピー、台形しか考えてない。俺今3個しか考えてないから、うん。3つで構成されてる。リソースがないんだよな、このキャラ。でも、それでいいからな、マノンは。なんか他のキャラだったら、うわ、チューピー、シャガチュー。ああ、はいはい。いろんな技ありますからね。大Pみたいな。はいはいはい。2期生だいぶ優秀だったな、これ。もうだって、俺よりももうマノンやりたそうだもん、みんな。今日はもう、なんかもう、解散ですね。今日はもう終わりですかね。だってマノンやること少ないから、おもんないもん、こいつ。ちょっと、あれ？ちょっとあなたを信じて私たちは。いやでもないこと。おもんない、ま？え、いやいやいや。いや、おもろいっすよ。おもろいっすけど、やっぱどうしても飽きがね。あ、飽きが来ちゃうんですね。飽きが来やすい、飽きが来やすいキャラでは。そうなんや。それがマロンの弱み。だって、チューしか振ってないもん。そりゃそうなるよ。チューパンしか振らんかったら。チューパン振るのに飽きて違う技使おうとしたら、勝てなくなるんですよ。なるほど。確かに。地上のシンプルさ。初心者に教えるのは、いいかもね。いや、そう。でも、初心者にはマジでいいキャラだと思いますよ。ね、こんなもうこれでいいだろ、ダラシム。キモピッピ打ってくるやつに対してどうしたらいいんですか。多分ウーバー取りたっす、ね。あ、ウーバー取りた。飯食ってる場合じゃねえだろう。本当に流行らしてんかあいつ。あ、戻りました。え、なんだなんだ。いやー、うん、マジでダラシム壊すだっす、先生のおかげです。マジ。おお、ダイヤ言ってる。こっからダイヤです。どんだけやるんだよ。あれ、これ何時までやるんですか。いいことですよね。ハマってる。あ、そうです。素晴らしい、素晴らしい。まあでも今日は嬉しかったです。みんながマロンにハマってくれて。ね、はい。それ楽しかった、うん。まあちょっと次までにはマスターやっときますわ。はい。嬉しい。じゃあ、2期生は第2回がありそうでよかったです。また新しいコンボも教えていくと思うんで。勉強の楽しさ気づいちゃったよ、俺。気づいた。うん。ちゃんと俺でも2個しか教えてないけどな。でも勉強じゃないかもな、確かに。コロコロ鉛筆転がして、丸出すか×出すか。確かに。ギャンブル要素にハマってるだけの可能性はあるのか。その可能性ある。もしかしたら。じゃあ、まあ、それでも何でもいいからね。うん、マノン触ってくれれば嬉しいっすわ。第2回もお願いします、はい、じゃあ。はい、やりましょう。はい。あざっす。いや、お疲れ様でした。おいっす、お疲れ様です。ありがとうございました。また、またお願いします。はい。おいー、お疲れ様でした。おもろくない？マノン。